みんなやっほー、うん、ガチャガチャピンピンガチャピンです。今日はモコガチャムクキッチンだよ。はい、ムクムクのムクですぞ。今日も楽しくお料理していきます。そして先生はもちろんこの方。はい、モコモコのモコ先生です。今日もよろしくお願いします。ちょっと待って、ね、私みたいな挨拶ですよね。え、そうだったっけ。あ、じゃあもう一回ちょっとやってみよう。もう一回やりましょう。はい、みんなやっほー、ガチャガチャピンピンガチャピンです。もこもこのもこですぞ。もこもこのもこ先生です。ほらほら言ってるじゃないですか。言ってたね。いや、ちょっとさ、いつも二人が楽しいこう自己紹介をいつもしてくれてるから、うん、俺もちょっと真似してみたいななんて思っちゃった。あ、おかげでね、とってもね、素敵なオープニングになりました。なりました。ちょっとなかなかないパターンで。そうだね、これ浸透させていきましょう。やっていきましょう。ということで、今日は何を作ってくださるのです か、はい、いいですか。今日は、ま、そのお弁当とかにも使える鶏手羽元の煮物、これでいこうと思います。やったー、美味しいんでね、ぜひ今日もお付き合いの方お願いいたします。ということで、はい、アレンジスタート。ガチャピンチャンネル消毒しましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、もう本当に簡単にできちゃうんですよ。へー、今日使うのはあの鶏手羽元。手羽元で、これをね、うん、ま、手羽先とかでもいいんですけど、うん、今日はこれもまたほら、うん、肉がちょっと熱いんで、うんうん、手羽元にしました。今日の作業は？で、これはね、骨と骨の間にピッとこう刺してあげて、うん、切り込みをね、入れてあげると、煮た時に中にさ、こう染み込むわけですよ。で、こちらの方もお出汁、和風出汁ですね、うん、ちょっとまず先にここでね、炒めていきましょう。サラダ油です。はい、鶏肉入れていきます。はい、よっ、で、まず表面をね、焼いていきましょう。煮物、うん、ですけど、うん、焼くのはどういう意味があるんですか。あ、やっぱりあの旨味も閉じ込めてくれるし、香ばしく仕上がるっていうのもあるし、あと崩れにくくなるんですか。お肉を入れた時はじっと待って、はい、じっと、うん、で、なんかなんとなく色が変わってきたなと思ったらひっくり返していきましょう。そうすると、あ、ちょうどいい色にさ、仕上がってるじゃん、うん、早速なんだけど、うん、ここで塩コショウを振っちゃいましょう。あ、はいはい、パラパラ、塩とコショウ。じゃあまたガチャピンお願いしていい？一緒に入れましょう。はい、生姜、生姜、はい、それとニンニク、ニンニク、これ2つともすりおろし、はい、で、もう一つすりおろしがあります。玉ねぎです。あー、玉ねぎ、うわー、うまい煙、熱々、煙が上がったね。気をつけて、気をつけて、ね、いい香りだ。で、ここにさ、もう醤油入れちゃう。うわー、で、お酒とみりん、はい、やった、お砂糖も入れちゃいましょう。ちょっと甘みね、いい香りがしてきましたね。あ、でもいい香りだ ね、でさあ、今日は柔らかく仕上げたいんだよね、うん、なのでちょっとお出汁を、え、そこに、そうで、今日はこれをちょっと煮ていきます。そっちで1時間から1時間半ぐらい、ちょっと火力を弱めて、これで待ちましょう。わかりました、うん、ずっとじゃあその1時間半の中でモッツァレラいっときますか。モッツァレラやる？いいよ、うん、もう声出なくなっちゃったりした。そうだよね。じゃあモッツァレラいっとくか。モッツァレラ、モッツァレラ、おー、来ましたね、うん、モッツァレラ。またこれクレームきちゃうんじゃない。あ、そうだ、この話してたんだよね。そう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 です。そうでした、外で、あの、ね、まあ、声がしてるって言われたってよ。そうだった、ね、そうだった。あ、じゃあさ、もう一個やらない。何何何、あのね、動物の鳴き声をやって、うん、他の二人に当ててもらうってやつ。じゃあ、まあ、とりあえずやってみるよ。はい、
ヒブヒ。あ、ブヒブヒは豚ですか。あ、ピンポンピンポン。これは簡単ですね。じゃあ次もこ先生。ワンワン。ワンワン。おお、なんかものすごく淡々としているね。ね、淡々とした動物。せーの、犬。正解でーす。じゃあ行きますよ。おお。おお。おお、おお。これ簡単ですよね。これはもう。これ一発で分かった。え、おお。本当？あ、じゃあもこ先生どうぞ。お腹が空いてる時のムック。ああ、ピンポンピンポン。当たりでしょ。違いますよ。何でした？おお。おお。全然わかんないんだけど。正解を発表いたします。はい、いや、ちょっと当てたいよね。当てたい？おー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 。じゃない、ハマちゃん。違う。あれ怒られますよ。ね、そうきた。あのね、パンダと、まあ並びはしないかもしれないですけど、それぐらいのちょっと人気者。可愛い感じ。可愛い、え、可愛いのにおーっていうの？そうそう、鳴き声はこんな感じ。あ、スタッフさん結構分かってらっしゃる方、いらっしゃいますね。どこにいるの？あ、そうだね、どこにお住まい？木の上、だいたい木の上です、ね、え、ちょっと待って、あ、ラッコじゃねえの？コアラ。あー、正解！すごい、僕コアラ、こういう風になったの？じゃあ、それつながりで僕、最後に出して。おー、ぜひぜひぜひ、うん、おー、あ、俺分かったわ。私もこれかなって。じゃあ、じゃあ せーのでいきますか。せーの。惜しい。あ、違ったわ。あれ、今もこ先生なんて言った？俺は寝てる時のもこ。あ、ね、ですから私にするのやめてくださいよ。寝てる時のもこはね、ブガーッバビーだね。もっとすごいんだね。私そんな。今のそれだよね。牛だよね。牛さんでしょ。ブブー。え？牛さんじゃないの？牛さんじゃありません。違いましたか。はい、もーもー、あ、ウシガエル。違う、動物さんだよ。ヒントはね、サバンナにいる。サバンナ、そう、動物園でも割と人気かな。動物園でも人気。そう、サバンナにいて、なんかね、うん、戦い方が独特。戦い方が独特な動物は私一つ。お、はい、いっていい？いいよ。キリン。ピンポン。やだー。え、そんな鳴き声、ね、鳴き声なんですか？そんな感じだった。そうなんだよ。へえ。あんまり鳴き声って聞いたことない、ね。そうですよね。そうなんだよね。これさ、またさ、うん、ちょっと鳴き声調べてやろう。そうね、やりましょう。これ面白いですね。マニアック鳴き声ものまで聞いてやろう。やりましょう、やりましょう。ちょっとどっかで動物園行ってちょっと勉強してくるわ。うん、ね、そうだね、それがいい、ね。もういい感じ。あ、あらららららら。もう。もう。ほら、もうちょっと触っただけでもう今あまりね、こう崩れないようにしてんだけど、もうほろほろですよ。今日ちょっと白髪ネギがあって上に乗っけちゃうんだけど、今日は乗っけずに下に敷いちゃう。へぇ、しっこ柔らかくなったやつもいいじゃん。あー、なしになったやつ、そうだね。これ幸せいっぱいのやつだよ。いっちゃいますか。あー、いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。いや、ちょっとね、で、白ごまだ。できました、皆さん、はい、鶏手羽の煮物の完成です。モコガチャムクキッチン。煮込んだお肉、さぞ柔らかいのであろう。わあ、早く食べたいですね。そう、さっと煮もいいんだけど、うん、でもこの煮込んだのもやっぱり一味違うのよ。そうですね。皆さんもぜひ作ってみてください。はい、ぜひぜひ、うん。それではみんなで、はい、いただきます。チャンネル登録者50万人突破記念グッズが発売中。
詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。